はい、皆さんこんにちは、エグザイル事務局の明村です。今回はですね、3代目 JSOUL BROTHERS ライブに関して本当にやめてほしいことが一つありますということでやっていこうと思います。はい、まあね、去年からね、3代目 JSOUL BROTHERS のライブでペンライトがね、使われるようになったと思うんですが、ね、それ以前はフラッグだったんですよね。で、僕個人の意見としてはペンライトだけを今年の後半のライブで販売するのはやめてほしいなと思っております。というのもですね、やっぱりね、ペンライト高すぎるんですよね。6000円ぐらいするでしょ。それに対してフラッグはね、600円ぐらいなんですよね。まあ、10倍ぐらいのね、値段の差があるんですよ。はい、なのにもかかわらずね、ペンライトだけを売ってるっていうのはね、やっぱりね、ちょっとあんまりね、良心的ではないなと思っていますので、ペンライトだけ置くのはやめてほしくて、その代わりにフラッグもね、両方ともね、置いてほしいなと思っていますが、まあおそらくね、まあ、しないでしょう。やっぱり両方とも置いてしまうと、フラッグをね、手に取る方がね、おそらく多くなると思いますので、やっぱりビジネス的な観点からね、やっぱり在庫を多く抱えてしまうとかね、まあ、そういった問題が発生してしまうので、おそらくね、今年の後半もね、まあこれからもね、まあ LDH のね、スタンスとしてはね、ペンライトをね、導入していくでしょうというところで、はい、まあこういうね、動画ですね、やっぱりね、じゃあ買うなっていうね、人のコメントいただくんですけれども、まあ去年のね、JSB ランドそれで行ったんですけれども、やっぱりね、ちょっと手持ち無沙汰で、はい、だったんで、まあかといって、で、ペンライトを買うってなると、まあ、ジム代1ヶ月分のね、出費になるんで、なんか0か100かなんですよね。はい。なんで、この間のね、50が欲しいんですよ。はい。まあ、それがね、フラッグだと思っていますので、ぜひね、できるのであればね、フラッグとペンライト両方置く、もしくはフラッグだけにしてほしいですね。はい。